ドラえもんのび太の海底期いわきは、藤子、F、藤尾によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1982年8月号から1983年2月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1983年3月12日に公開されたドラえもん映画作品。大長編、映画ともにシリーズ第4作。 同時上映は、忍者ハットリくん、忍間ふるさと大作戦の巻き、パーマンバードマンがやってきた。超古代文明や、バミューダトライアングルの謎に迫り、世界を巡る二つの連邦の戦いに巻き込まれていく、ドラえもんたちの物語。夏休みに、海底でキャンプしていたドラえもんたちは、海底人のエルに出会い7000年以上も続く、文明と地球の危機を知る。 協力を依頼されたドラえもんたちは敵地であるバミューダ海域へ向かうが、そこは、海域全土を協力無比なバリアーが囲っており彼らの侵入を拒んでいた。声の出演では、ゲストに、北道恵、三谷裕二、富田恒成などがキャスティングされている。本作の特徴として、深海である舞台や設定、バギーの自爆など、従来の作風には見られなかった、怖さや重さがある。 また、深海や海底の知識が内容に溶け込む形で散りばめられている。ムー大陸、アトランティス大陸の両者を冷戦時のに大朝大国に見立てた物語に、バミューダ・トライアングルの要素や日本海溝マリアンナ海溝など海底に関する情報が盛り込まれた作品。話中盤で出てくるトリエステ号の記録。 生物の進化論やクジラの話なども実際の自然科学に基づいたものとなっている。また、本作の直前2982年を現在とした短編作品、竜宮城の8日間が執筆されており、この作品でも竜宮はムー大陸にあった国という設定であった。連載当初のタイトルは、のびたの海底城だったが、連載4回目に、現行のタイトルに変わる。本作は、 大長編、ドラえもんシリーズで最初に単行本化された作品である。そのため、映画原作の単行本で恒例となっている、映画の主題歌が表記された見開きの過失ページが、点灯虫コミックス版にはない。単行本にある最初の2ページは、連載時のものを全く同じ内容で再度書き直したものである。これまでのアニメ版において、 静香は、のび太た,たちのことをくんつけで呼んでいたが、本作からは、さんづけで呼ぶようになり、この呼び方が後に原作にも逆輸入されることにも、なった。序盤のドラえもんとびのび太の、のび太たちを連れて行って危険な目に合わせたことがあるか、というやりとりの場面にて、のび太が、過去の大長編3作を改想し、ティラノサウルス、チャーミー、ペコが描かれる、ワンカットがある。 これは大長編のみで映画版にはない。映画版の監督は本作より西巻秀夫から芝山つに交代した。これにより作風が大きく変わったことから工業成績は伸び悩み、芝山は交番の危機に陥ったが自作のドラえもんのび太の魔界大冒険が工業的に大成功を収めたことにより続投が決定。以後、 のびたのワンニャン時空伝までの22作品を監督した。また本作よりアバンタイトルが挿入されている。1995年にはミュージカル化され、1997年には香港でも上演された。ビデオも発売されている。夏休み、大西洋で近海を積んでいた沈没船発見のニュースが流れる中、のびたたちはキャンプの行き先を巡って言い争っていた。 結局海に行きながら山に登ろうじゃないかというドラえもんの提案で太平洋の海底山脈へキャンプに出かけたドラえもんたちは水中バギーで海底世界を駆け巡って様々な冒険をするがそこで偶然海底国家ムーレンポ邦の軍人である海底人のエルに出会った地上世界に海底世界のことを知られたくない無連邦の首相は当初のびたたちを拘束し監禁してしまうが そこに急報が入る。かつて、ムーンポ邦と敵対し、数千年以上前の軍拡競争の末に滅亡した海底国家アトランティスに残された鬼、岩木を支配する自動報復システムポセイドンが海底火山の活動の影響で再稼働したというのだ。この状況を知らされたドラえもんたちは首相から協力を懇願される。ポセイドンによって鬼核弾が発射されれば、 海底世界ばかりか全地球上に甚大な被害が及びすべての生物が死に耐えてしまう。ドラエモンたちは鬼格弾の発射を阻止するためアトランティスのあるバミューダ海域へと向かう。アトランティスを囲むバリアーを突破するためドラエモンたちは地下に潜ってバリアーの向こう側へ抜けることを決心する。幸いにもバリアーは地中にまで到達していなかったためドラエモンたちは 無事にアトランティスへの潜入に成功する。海底火山の噴火が迫る中、静かが自分をおとりにして拉致させることで敵に鬼岩木まで道案内させるという作戦を提案し、その妙案によってついに一行は鬼岩木へとたどり着く。ポセイドンの前に引き出された静かはアトランティスへの攻撃がただの自然現象によるものだと必死に訴えるものの、 原始的なコンピュータであるポセイドンは一切聞く耳を持とうとしない。そして無数の敵兵相手に奮戦するも次第に追い詰められていく仲間たちの姿を映し出され、静香は絶望にうなだれる。そして火山噴火による巨大地震の発生を合図に鬼核弾発射のための生贄として静香が処刑されようとした寸前、満身創痍の状態のドラえもんが爆弾を手に、 現れたものの、ポセイドン破壊を果たすことなく倒れてしまう。駆け寄った静かの流した涙が、ドラえもんの四人間ポケットに垂れた時、恐怖のあまりポケットの中に逃げ込んでいたバギーが、飛び出してくる。バギーは静かを泣かせたポセイドンを倒すために、ポセイドンや敵兵からの攻撃を受けて傷つきながらも、決してひるむことなく、捨て身の覚悟で、ポセイドンに自爆攻撃を敢行し、 大爆発を起こしてポセイドンと共に散った。それと同時に、敵機兵たちは完全に機能を停止し、やがて鬼岩木も崩壊。ムーレンポーの人々は、ドラえもんたちとエル、そして我が身を犠牲にして、ポセイドンを破壊したワギーを、世界を救った勇者として永遠に語り継いでいくことを誓う。そして、ドラえもんたちとエルは、地上人と海底人がいつか分かり合える日が来ることを、 願いながら別れるのだった。漫画研究家の稲垣隆弘は本作について全体的に暗さや重さが漂った雰囲気とし、また深海や海底に関しての知識を盛り込んだ技術が結果的に学習効果につながることを挙げ、硬派の空想科学、海洋冒険者と評している。小説家の辻村瑞木もまたインタビューにて深海に行くと体が ベシャンコになるんだというのを、スネオのセリフで覚えていたりしますと述べ、本作での知識について押し付けでない点を評価している。ライターの今田豊氏によれば、35歳以上は、初期の7作を絶対視する傾向にあるとし、これらを神七と称している。批評家の杉田俊介は、本作を子供の時に見た印象として、怖かった。その一言です。と答え、 バギーの冷淡さ自爆、海底の都市の設定などをその理由に挙げている。源静香の二代目声優を担当していた野村美智子は思い出に残る作品として本作を挙げている。2017年7月8日から2018年1月15日にかけて藤子 F ・藤尾ミュージアムにて行われたドラえもんと漫画雑誌、 コロコロコミックの40年の歴史を振り返るイベント。3階のミュージアムカフェでポセイドンを再現した改定い岩きポセイドン冷やし混ぜ、ひすい麺など限定メニューが販売されたドラえもん映画作品。ありがとうございます。